深夜に食べたいシュクメルリを作ります。材料はこちら。鶏肉を使ったジョージアの食い物です。鶏ももを1枚、大きい方が映えるという理由でなんとなく6等分にします。そこに塩コショウをアホほど振ります。もみもみします。粗ぶります。油を引いて皮の方から焼いていきます。スキレットはひっつきやすいのでガンガンに熱してから入れてください。早めの、ああいいっすね。焼けたら一旦救出します。そこにニンニクを入れ、どこの家庭にもあるコリアンダーパウダーとフェヌグリークパウダーを使います。香りが出るまで炒めましょう。そこに牛乳をドバー。煮立ったら鶏肉を元いた場所に戻してあげましょう。このまま弱火で10分煮込みます。仕上げに塩で味を整えて出来上がり。ああいいっすね。パセリを散らして大根で食べるのがジョージア流。いただきます。うまい。高評価並びにチャンネル登録お待ちしております。合わせて通知登録もお願いいたします。ツイッターを始めたらフォローしてくれますか。